皆さん、こんにちは。緩和ケア医の木下博也と申します。つながる、届く、緩和ケア。第101回目の今回は、〇〇が生じるかもしれません。総論、理解と付き合い方、癌の進行により、様々な体調の変化、症状が生じることがあり、医師は画像などを見ながら、〇〇が生じる、起こるかもしれませんとだけ、 説明してしまうことがよくあるようです。〇〇は大抵は患者にとって良くないことが多いので、患者、家族ともに〇〇が生じたらどうしようと心配になってしまいますよね。医師としては、患者、家族から〇〇が生じるなんて全く聞いていなかった。一体どういうことなのかと、 詰め寄られることを心配して、〇〇が生じるかもしれないとだけ説明してしまいがちです。このように医師から言われたとき、どう理解すればいいのか、ヒントになりそうなことを解説します。どんな〇〇が生じるのか。腫瘍からの出血。骨転移による骨折、脊髄損傷。脳転移による麻痺。 痙攣、意識障害、腸閉塞、横断、水眠症、肝転移による腫瘍破裂などです。いずれも、癌の広がりと関連して生じる可能性があります。しかし、患者に何か変化が起きたとき、癌以外の病気が原因のこともあります。そして、医師から言われた、〇〇、 生じる確率は ?2. 生じないようにする方法があるのか ?3. 生じた時の対応 ?4. 医療として何ができるかなど、きっと気になりますよね ?1. 生じる確率はこれは正直、どの程度の確率なのか統計学的に何パーセントと言えたとしても、個別の患者でどうかは、 癌の広がりなど様々な要因が関係しています。あまりに確率という数字や〇〇が生じるかもという呪縛で頭がいっぱいにならないようにすることは大切です。本チャンネルの第74-84回の不安とどう付き合うかを参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。 知っておけばいいことは2から4についてではないでしょうか。例えば2、生じないようにする方法があるのか、日常生活での注意点があるかどうかを医師に尋ねておきましょう。医師はなかなか患者に日常生活の視点に立っての助言は難しいことも多いので、必要に応じて看護師などに尋ねてみるのがいいでしょう。 例えば、頸椎に骨転移があるときは、美容院、美容院でのシャンプー台での上向きでの先発には注意が必要です。上向きでの先発は首に負担がかかるからです。また、消化管に関する症状には、食事の注意点があったりします。これは管理栄養士などに尋ねるといいでしょう。3. 生じたときの対応。〇〇が生じるのは、 徐々に前兆がある場合と前兆なく突然生じることがあることは知っておくといいでしょう。医師に〇〇の前兆にはどんなことがあるか尋ねておくといいでしょう。前兆を知ることによって早めの対応ができる問題もあります。また〇〇が生じた時に、まずどう対応するのがいいかを知っておくことは大切です。特に こんな場合には様子を見ずにすぐに医師に相談ということは確認しておいてください。そして、4、医療として何ができるか、〇〇が生じたときに医療としてどんな治療があるかも尋ねておくといいでしょう。今回は〇〇が生じるかもしれないと言われた時の理解や付き合い方、その総論について解説しました。今後、 より具体的な問題についても適宜取り上げていきます。本動画が皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた来週。